秋元庄司です、はい、今は愛知県岡崎市で岡崎ビジネスサポートセンターという中小企業の経営相談所のセンター長をしています。岡崎ビジネスサポートセンター岡ビズというのは、岡崎市と岡崎商工会議所が7年前に作った中小企業相談所なんですが、1回1時間何回来ていただいてもいいという中小企業相談所なんですね。その会社のいいところを見つけて売上アップをサポートする経営支援をしている。相談にお越しになる方は本当に幅広くって、年間で今3000件近い相談が寄せられるんですね。うどん屋さんから、和菓子屋さんから、自動車の下請け部品の工場から、農家さん、あるいは NPO 法人とか障害を持たれた方々が通う作業所も本当に幅広い方がお越しになります。町の小さな和菓子屋さん、98年前創業の頃からずっと変わらずやってきたのは、あんこを毎晩釜で、しかも薪で炊いてるんですって。釜炊きのあんこが自慢なはずなのに、自分たちは当たり前すぎて言ったことがない、言えばいいじゃないっていういいとこ探しをしてみたい。新型コロナで売り上げが下がるこの和菓子屋さん、売りの商品というのはどら焼きなんですけどね。じゃあこれ、ステイホームの期間中にお家で過ごす親子のために、あんこと皮を分けて売ろう、自宅で作るステイホーム手作りどら焼きキット、こんな風にして具体的な売上の上げ方を提案して、売上を一気に V 字回復させていく、このお手伝いをしたりもしてます。全ての会社には必ず生かされるべきいいところがあるはずなんだっていうふうに考えてます。考えてみれば、これまで何年も会社続いてきてるわけですよね。でどのご商売でも通常同業他社というのがおいでになる中で、事業は継続してるっていうのは、他でなくその会社が選ばれてきた理由があるはずだ。必ずいいところがあるはずだけれども、結構自分のことってなかなか自分の良さのことを気づけないっていうこと多いじゃないですか。そこを一緒になって探しながら、新しい売上アップのヒントを探していくということをしていきますね。僕は岐阜県岐阜市というところが地元で、大学は早稲田大学に入りました。21歳早稲田大学在学中に、地元の岐阜を活性化したいと思って、地域おこしの、いわばサークルを大学時代始めました。2003年、23歳の時に NPO 法人にして、それが辞められなくなっちゃったもんですから、大学は中退をして、そのまま19年間、NPO 法人 G-NET の経営ということをしてきました。で、そして、今から7年前に G-NET やりながら、この岡ビズのセンター長に、いわばお声掛けをいただいたんで、二足のわらじで NPO の経営者と、この中小企業相談所のセンター長、この二つをお仕事としています。私の場合は一般的な就職活動っていうことはしたことがない、勤めたことがないというのはちょっと変わった職歴かもしれません。地域活性化大事だってみんな言うんだけれども、結局やってる人ってなかなかいないなって思っちゃったんですよね。そう思って地域の中小企業の右腕になるような人材育成、アントレプレナーシップを持つような人材を育成するということをテーマに、長期実践型インターンシップという取り組みをずっと積み重ねてきました。正直言うと、地域には、そして中小企業には面白い会社なんてないと思ってたんですよ。ただお会いしてみると、いや実はすごいこだわりを持ってるとか、とても優れた技術を持っているとか、それぞれがそれぞれなりの魅力をお持ちになっていて、これもっと活かせるんじゃないか、惜しいなって思うものがたくさんたくさんいっぱいある。それはG-NETしながら非常に感じたこと。徐々に気持ちが変わってきたんだと思うんですけど、小さいものをバカにするな、いや むしろスモールイズビューティフルかもしれない、スモールイズエキサイティングかもしれない、こういうことを非常に地域にいる中で感じてきたということが大きな一つ。もう一つは、大学卒業して普通に就職するとか、社会のキャリアを積んでいくって考えると、多くは東京に行ったり、多くは大きな会社を目指すっていうケースが多いわけですけれども、むしろ逆に言うと、こんなにポテンシャルがあるのに、みんながまだ参入してきてない面白いところがあるんだ、それが地域でありスモールビジネスの現場だっていうことを、この20年近く取り組みを G-NET で、そしておかびずでする間に強く実感していることですね。夢があってですね、表彰の仕組みを作りたいとかねがね思ってるんですね。成功したとか失敗したじゃなくて、そのチャレンジイノベーティブじゃないか、そのチャレンジかっこいいじゃないか、こういうような表彰の仕組みがあったらいいのにずっと思ってきたんですね。チャレンジする人が評価され、チャレンジすることが尊ばれる、そういう未来
いろんな人たちと一緒に作っていきたいっていうことは常々思ってます。手を挙げて行動する人がやっぱり一番尊い。うだうだ言って何もしない人たちよりも、うん、うだうだ言われてでも何かやってる人の方がずっとずっと偉い。大学生の頃でしたね、教えてもらってから、うん、あ、もうそれ以来やっぱりずっと心の中にあるキーワードですね。武蔵野大学に声をかけていただいて、うん、手を挙げて行動する人を増やす、うん、そういう一助になれたらいいなというふうに、そういう仲間をこの学部から一緒に作っていけたらいいなっていうのが加わらせていただいた、まあ、大きな目的ですね。どんな小さなことでもいいので、やりたいことや興味があること、そういったものを言葉にしてみるっていうことを学生の皆さんにはお勧めしたいと思うんですね。人に言ってみるっていうことでもいいかもしれないし、いやちょっとそれは心が重いっていうんだったらツイッターに書いてみる。夢やりたいことって言わないと周りの人気づいてくれないけれども、言ったら、あ、お前そういうの興味あんならこれ紹介するよ、そういうのだったらこれ読んでみたらって、まあ、こうやって一歩自分の思いを言葉にすることが次の出会いとか気づきにつながるんじゃないかっていうことは学生の皆さんにお伝えしたいなと思いますね。言葉にすることで自分自身もエンパワーメントされるっていうのはとてもあるような気がしますね。ありがとうございます。